君、なんて失態をしてくれたんだ。部長は俺を叱責し、資料を投げつけてくる。何の話なのかさっぱりわからず驚いていると、部長は取引の失敗を責めてきた。しかしそれは部長が仕組んだものだったのだ。俺の名前は照之。インテリアやレジャー用品を扱うメーカーで営業をしている。ホームセンターや量販店が主な取引先だ。都会の大学に出たものの、就職は地元へ戻ってきた。地元のそこそこ大きい会社に就職し、今年で6年目。取引先との関係は良好で、俺に担当してほしいと言ってくれる人もいる。取引先からの電話には3コール以内に出るし、メールは即返信。商品について知りたいと言われたら、必ず直接出向いて説明した。信用とは、こうした小さな努力の積み重ねで成り立つと思う。相手と誠実に向き合うのをモットーにしてきた俺。おかげで営業成績は部署内でトップクラスだ。相変わらず好調だな。この調子でバンバン契約を頼んだぞ。外回りを終えて本社に戻ると、三島営業部長に声をかけられた。部長のご指導のおかげですよ。俺の言葉に部長は嬉しそうにうなずきながら別の社員に声をかけに行った。部長は感情の起伏が激しく面倒な性格だ。誰かを褒めていたかと思えば急に怒鳴り出す。新人時代こそよく怒られたが、最近は成績がいいからか俺に対して文句を言ってくることはほとんどない。だがノルマを達成できない社員にはこれでもかと厳しい。部長の叱責に耐えられないからと辞めていく者も多くいた。それにもかかわらず部長がパワハラで訴えられないのは部長が社長の甥であるからに違いない。人事部にも社長の身内がいるので根回しされているのだろう。うちの会社は典型的な家族経営なのだ。身内を優遇する社長にもやもやする気持ちはある。だからこそ成績を伸ばして昇格し、いずれは会社の制度を変えたいという密かな野望を持っている。しかしそんな野望など打ち砕かれるのだった。ある日、俺は部長に呼び出された。何事かとドキドキして会議室へ行くと、予想外の言葉を言われる。君に娘を紹介してやろうと思ってね。紹介ですか？唐突かつ上から目線の言葉に思わず聞き返してしまう。そうだ、娘との結婚だよ。まさか仕事中にもかかわらず縁談を持ちかけられるとは思わなかった。集合写真を見て娘が君を気に入ったようでね。私の息子になれば君の将来も約束できるぞ。いずれは経営陣に誘うという意味なのだろうか。魅力的な誘いではあるが、受け入れることは到底できない。俺には10年付き合っている恋人がいるからだ。都会で就職しなかったのは地元に残してきた恋人がいたから。恋人は高校卒業後、地元で事務の仕事に就いていた。長年付き合っている恋人がいることは、部長も知っているはずなのだが、私には恋人がおりますので、お受けできかねます。ここではっきり断らないと、トラブルになる可能性がある。そう思ってお断りしたのだが、部長はとんでもないことを言い出した。ああ、高卒娘とまだ付き合っていたのか。出世したいなら、俺の娘のような大学卒で、教養のある女と結婚しないとな。さっさと別れなさい。恋人を高卒娘と馬鹿にされ、頭に血が昇る。俺の恋人は遠距離恋愛だった時、文句も言わず待っていてくれた。
仕事が辛くても彼女との将来があるから頑張ってこれたのだ。別れるつもりなどありません。彼女に対する侮辱発言を取り消してください。事実を言って何が悪いんだね。それとも私に盾つくというのか。俺たちは睨み合った。入社してから今まで俺は部長に反抗したことなどない。しかしこの時ばかりは譲れなかった。盾つくつもりはありませんが、私には大切な恋人がいるので縁談は受けられません。もう一度はっきり断ると部長は舌打ちをする。随分と強情だな。まあいい、きっと君の方から娘を紹介してくれと言ってくるだろうがな。部長は意味深な発言をすると会議室から出て行った。俺は怒りを解消したくて愚痴を聞いてほしいと友人にメールした。高校の元同級生であるシュンが仕事終わりに会ってくれることになったのだ。信じられないだろう、うちの部長。俺は今日起きた話をシュンとした。シュンはうなずきながら話を聞いてくれている。そんな部長の下で働いていないで転職したらどうだ。お前なら他社に行っても通用するんじゃないか。実はシュンは取引先であるホームセンターの副店長をやっている。たまに店長代理としてやり取りなんかをすることもある。給料は割といいし、将来を考えると今の会社から抜けるのはな。部長が嫌だからと転職するのはもったいない気がする。俺がブツブツとつぶやいているとシュンが言った。一つの選択肢として転職もありなんじゃないかな。それで今日俺の知人を紹介したいんだけどいい？そう言うとシュンは誰かに電話をかけている。そして数十分後、とある人に出会った。俺はこの人との出会いにこの先感謝することになる。それから数日間はいつも通り過ごした。営業周りの時間が多かったので、部長と顔を合わせる時間が少なくて済む。ある日、外回り後に営業部へ戻ると、なんだかざわついている。何かあったんですか？俺が声をかけると、あたりがしんと静まり返った。すると、静寂を破るかのように部長の声が響いた。君、なんて失態をしてくれたんだ。部長の視線の先にいるのは俺だ。商談を進めていた量販店から断りの連絡があったぞ。連絡が全然来ないから他社と進めるってな。担当のくせに何をやっていたんだ。部長は俺に資料を投げつけてきた。部長の言葉に驚くのは俺の方である。そこは俺が力を入れて売り込みをしていた大型量販店だったからだ。断りって、担当の俺には電話がありませんでしたよ。それに部長の最終確認待ちで止まっていましたよね。商談は締結まであと一歩というところまで来ていた。だが最後に内容を確認したいからと部長からストップがかかっていたのである。俺は何度も部長を催促したが、部長からまだ OK は出ていなかったはずだ。すると部長は、もう確認をしたから商談を進めろって言っただろ。聞いていなかったなんて信じられない失態だな、と言い出したのである。そんなはずはありません。私は大事な連絡を受けたら必ず日時と内容をメモしています。ですが部長から連絡など来ていません。そう反論したが、部長はため息をつくばかり。どうせメモを忘れたんだろ。でかい取引になるはずだっただけにクビにするしかないな、と言い出したのだ。俺は突然クビ宣告をされたことになる。マメな先輩がメモを忘れるか。部下の失敗の責任を取るために上司がいるんじゃないのかよ。そんな声が周囲から聞こえるが、
部長がギロリと睨むと皆黙ってしまう。それ以上俺を擁護する声は聞こえなかった。俺だって部長に目をつけられたくないのだから仕方がない。部長は俺の耳元に口を近づけると、君の行動次第で便宜を図ってもいいが、高卒娘に夢中になってなどいないで仕事に集中したらどうだと言い出したのだ。その発言から部長の意図が分かった。恋人と別れ、娘との縁談を進めろと言いたいのだろう。そういうことですか。それなら私はクビになっても構いません。俺の言葉に周囲がさらにざわついた。部長は一瞬表情を変えたが、俺の代わりなどいくらでもいると思ったのだろう。優秀な君を失うなんて残念だ。だが会社に不利益を与えたのだから、首も致し方ないな。と笑い出したのだ。俺は悔しい気持ちをぐっとこらえて、優秀だなんて、身に余るお言葉、光栄です。今後は部長のような理不尽な上司がいない会社で、さらに精進していきたいと思いますので。と嫌味を言うと、部長は笑うのを止める。誰が理不尽な上司だと？と言って俺に詰め寄ってきた。部長です。私をクビにしたくて。取引の邪魔をしたのでしょ？娘さんとの縁談を断ったからってあまりにも幼稚すぎます。会社に不利益をもたらすなんて管理職失格ですよね。俺は言いたかった不満をぶちまけてやった。お前、上司になんて口の利き方だ。当然部長は怒るが、どうでもよかった。どうせもう上司でなくなるのだから。部長は顔を真っ赤にして怒っているが、周囲の反応は冷たい。個人的な感情で取引をダメにしたってわけ？うわ、ありえないわ。普段は部長に逆らえない社員たちが口々に話す。さすがの部長も居心地が悪くなってきたようだ。とにかく、お前はクビだからな。荷物をまとめておけよ。俺の一声があれば、解雇なんて簡単にできるんだ。そう言って部署を出て行ってしまう。社長か人事のところにでも話をつけに行くのかもしれない。部長の行動は気になるところだが、担当していた商談がどうなったのか、それをまず知りたかった。取引先になるはずだった大型量販店の担当者に電話すると、少し前に担当が変わったと三島部長から電話がありました。それでお断りする件も三島部長に話したのですが、と言われてしまう。やはり根回しをして意図的に取引をダメにしたのだ。そうして俺を追い詰めるつもりだったのだろう。こんな上司の下で働くなんてごめんだ。そう思った俺は、以前俊と一緒に飲んだあの人へ電話した。先日いただいた話ですが、よければお受けしたいと思うんです。そう言うと相手は喜ぶ声を上げた。俺が電話した相手とは俊の知人。その人は、うちの会社のライバル会社に勤めている営業部の社員なのだ。うちと同じように、旬の働くホームセンターに商品を卸しているという。営業が人手不足で、誰かいい人はいないかと旬に話をしていたらしい。そこで、転職するならここはどうかと旬に提案されていた。旬の知人が、転職先の上司と俺の橋渡しになってくれたのだ。こうして俺は早々に転職する意向を決め、正式に会社を辞めた。だが辞める前に一悶着があった。一つの取引がなくなったくらいで懲戒解雇にはできなかったのか、
人事部長は困ったように俺を説得し始めたのだ。三島部長が俺をクビにしろと人事に圧力をかけてきて困っている。だが会社として不当解雇はできない。だから君から自主退職をしてくれないかという。社員を守るはずの人事がするとは思えない内容の説得だった。社長に話すと言っていた部長だが、実際には人事に圧力をかけただけのようだ。社長に話せば部下の失態の責任は上司が取るものだと指摘されると思ったのかもしれない。小賢しい部長は社長にバレないよう俺を辞めさせたかったのだろう。関係性はよくわからないが、人事部長と三島部長とでは、三島部長の方が立場は上のようだ。俺は三島部長だけでなく、人事部長にも呆れ返ってしまう。こんな会社にいても未来はないなと思い、自ら退職を決意した。そして俺は後輩に引き継ぎを終え、有給を消化した後にライバル会社へ転職した。ライバル会社は元いた会社よりも規模が小さい。だが規模が小さい分、経営陣と現場の距離が近いため、意思疎通もしやすかった。自社商品を売るのは大事ですが、それだけでは取引先との信頼関係は作れません。他社商品を組み合わせた売り場レイアウトを提案することで、お店の業績を考えてくれていると先方は思ってくれるのです。俺は営業経験を生かして積極的に意見を出した。上司や経営陣も真剣に話を聞いてくれる。そして早速既存の取引先を任せてくれた。仕事好きな俺だが、転職してからはさらに仕事に力を注いでいる。商品を深く理解するために商品企画部の人たちの話を聞きに行ったり、休日も店を回って売り場の研究をしたりもした。新たな上司は俺の努力を認めてくれ、全力でサポートしてくれる。部下の足を引っ張っていた誰かさんとは大違いだ。転職してから数ヶ月後、なんと会社の売り上げは3倍にまで伸びた。売り上げがこんなに伸びたのにはある理由がある。お昼の情報番組で、うちのキッチン用品が紹介されたのだ。そのキッチン用品は俺が転職直後から推していて、絶対に人気が出るとホームセンターの店長たちに力説していた。テレビでの紹介は絶大な効果がある。必ず反響があると読んだ俺は全店舗で在庫を増やした。その読みは的中し、特に放送後の週末は在庫切れになるほどだったのだ。それからもうちの定番の人気商品として未だによく売れている。ホームセンターの店長からは、御社の商品が売れているおかげで他社の関連商品も売れています、あなたが売り場レイアウトの提案をしてくれたおかげですよと感謝の言葉を言われていた。転職してから忙しくも順調に過ごしていたある日、ホームセンターで以前の会社の後輩と出会った。俺は後輩から以前の会社の内情を聞くことになる。俺が退職後、営業部の社員も次々と退職していったらしい。部長が個人的な感情で俺を解雇に追い込んだ事実を目にして、会社へ不信感を持ったのだろう。俺が人事に自主退職を迫られた話も噂になったのだとか。社員が離れたことで営業部の売り上げは減少。そこで社長は何が起きているのか部長に問い詰めた。しらを切ろうとした部長だが、噂は社長の耳まで入っている。言い逃れができないと観念した部長は、大口の取引をダメにした話もする羽目になったらしい。社長は激怒し、三島部長を降格処分。社内の秩序を乱したと、人事部長は減給処分となった。
部長降格になってから大変そうですよ。会社でも居心地悪そうですが、家庭でも窮屈なんじゃないですかね。街で見かけたんですけど、奥さんと娘さんらしき人たちに怒鳴られていたんです。会社では強気な部長ですけど、家庭では弱かったんですね。後輩は笑いながらそう教えてくれたのだ。部長は家でのストレスを会社で発散していたのかもしれない。そんな話を聞いた夜、部長から電話が来た。これまで会社に在籍していた時すら部長から電話が来たことなどなかったのに。頼む、戻ってきてくれないか。社員が少なすぎて仕事が回らないんだ。電話に出ると部長は泣きつくように言ってきた。よほど社長から絞られたのだろうか、焦りが伝わってくる。すでに転職しているので戻れません。社員が退職していったのは部長の態度が問題だったと聞きましたが。俺の言葉に部長はぐっと言葉を詰まらせる。じゃあせめてうちの娘と結婚してくれんか。君を紹介するってもう娘と約束していたんだよ。約束破るんならパパと縁を切るって言い出して。今度は本当に泣き出しそうな声を出した部長。あの後、俺以外の候補を娘さんに紹介しようとしたが、なぜか俺がいいと言って聞かないのだとか。だが部長の娘と結婚するだなんて、会社に戻るよりも不可能だ。当然ですが、それも無理です。すでに恋人とは結婚式の予定を組んでいますので、それに部長をお父さんと呼ぶのも嫌ですしね。俺はきっぱり言うと電話を切った。そして部長の電話番号を着信拒否にしたのである。部長は降格したことで役員手当が入らなくなったはずだ。きっと奥さんから責められていることだろう。娘さんに縁を切ると言われて泣きそうになっている部長も目に浮かぶ。すべて部長の自業自得なのだ。部長がどうなったかは知らないが、会社でも家庭でも肩身を狭くしている様子が想像できた。俺は転職先の会社から売り上げに貢献したと評価され、特別手当をもらった。手当は結婚式の費用に使うつもりである。これからは仕事だけでなく、家庭も守っていきたいと思うんだ。